こんにちは、柴田です。今回も Amazon で話題のリズムマシーン&エフェクター内蔵ギターをレビューいたします。こちらバルファイターの SE160 ですね。以前 D190 っていうのもねレビューをしたんですけれども、それを見てくれたメーカーの方がこちら1本送ってくれました。ありがとうございます。ということでプロモーション的な動画にはなってるんですけれども、ぜひぜひですね皆さんにご紹介させていただきたいと思います。中国のねメーカーらしくて、まあブルファイターじゃないのって言われたんですけれども、メーカーの人はねバルファイターって言ってました。まあムスタングとかマスタングとか、まあちょうどねウとアの間ぐらいなんでしょうね。まあその辺は良しとして、まあ作りはですね、まあ、以前レビューした D190 とね同様、まあいい感じです。ローストのネックになっております。目もいいですよ。非常に硬さもあっていい感じになってます。でペグなんですが、まあ5等のね最上位機種を模した感じ。フレットがね結構独特、両サイドがねないんですよね。わかりますか。でヒールSカットになっておりまして、ボディはバスウッドとで SSH になってます。まあ、近代的なシェイプと近代的な仕様ですよね。まあ、通常のギターとの大きな違いはここの部分です。リズムマシーンがここについていて、でこっちの4つのボタンはエフェクター、モジュレーション系、オーバードライブ、ディストーション、メタルとなっております。でね、相変わらずおまけはねたくさんついてますよ。ピックがね、まあ、10枚ぐらいかな。シールド、チューナー、ストラップ、弦で磨くやつですね。でこれね画期的なのはね、イヤホンがねそのままさせるんですよ。なのでイヤホンがついていて、タイプ C の USB ケーブルがついております。この袋もね付属品です。そしてこちらのソフトケースですね。なかなかいい感じの作りもねしっかりしてますよ。中にねちゃんとネックのクッションが入ってます。これで59,999円と、 D190 が29,999円ということで、まあ倍の値段です。この倍の価値っていうのがねここなんでしょうからね。ちょっと鳴らしていきましょう。バスウッド、ボディ軽めですね。これ3キロちょいぐらいなのかな。でネックはしっかりした形で C シェイプ、まあ、印象としてはね、不次元のに似てるかな。ではまずクリーンでいきましょうかね。ハムなんですけれども、クリア。割とさっぱりめなんですね。いい感じですね。でミックス、ちょっとねこの奇抜なリズムマシンとエフェクター使っていきましょう。このね USB をね刺さなきゃいけないんですよ。ちょっとまずはリズムからいきます。
でエフェクターいきましょうかね。これマスターのボリュームか。なりました。トレモロ。結構しっかりしてる。結構ちゃんと立体感ありますね。
これリズムとギター、一緒にボリューム動く。なかなか面白いんじゃないですかね。で、Bluetooth がついているので、スマホからね、多分ね、音を飛ばせるんですよ。まあ、通常のギターとしても使用できるし、家でこうして遊ぶこともできると。まあ、エフェクターとリズムマシン内蔵というところで、これはこれでね、重宝するんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。